おはようございます。久能です。今日はこちら旅行用にアクションカムのオスモポケットを購入したので、そのテスト撮影をしたので、そちらを流したいと思います。こちらのアクションカム、いろいろ機能はあるんですけども、その辺は省いて撮影した動画だけちょっと映していきたいと思います。短い映像でしたけども、自分で見てみても、結構この今撮っているカメラより動きが激しいところも綺麗に撮れてたと思います。アクションカム初めて買いましたけど、あとバイクに乗った時ちょっとミラーが映ってしまっずっと映ってしまってたんですけども、これどこを映してるのか分かりづらい、バックにつけてバイクに乗ってたんで、どこを映してるのか分かりづらかったところがあって、あんな感じになってしまいました。ちょっとね、その辺はちょっと考えて取り付けないといけないなと思いました。それで、これ旅行用に買ったんですけども、旅行は動画のために行くわけじゃないんで、このカメラもそのために個人で楽しむために買ったので、そんなに投稿できる動画は撮れないと思います。友達と言って、その友達はこの投稿してることを知らないんで、動画を YouTube に上げてることを知らないんで、旅行の動画は撮りますけど、上げれるものは多分少ないと思います。それで、あとこれから先の動画の幅も広がると思って購入したので、その点は本当に良かったと思っています。撮りやすい、旅行でもこれ撮りやすいと思うんでね、普通のカメラ構えるよりスッと取り出して電源を入れてすぐ、結構待ちますけどすぐ撮れるんで、これを使った動画も
この先ちょっと考えていきたいと思っています。はい、それでは今日はこのアクションカムのオスモポケットのテスト撮影をしたので、その動画の投稿をしてみました。ご視聴ありがとうございました。